どうもこんにちは、レイです。もくちゃん始まりまーす。今日もね、やばい回、もうここに用意してあるんですけど、響き30年を前回テイスティングレビューしたわけなんですけど、こちらこれね、すごいでしょ。もうみんなからよくやった、ついに来たかとかお褒めの言葉をいただいて、僕のモチベーションもすごく上がりました。やってよかったなと思いましたし、僕自身響き30年をこういう風に飲めたことをすごく光栄に思ってます。何はともあれ、僕の懐を思いっきり砕いてくれたこいつですけども響き30年はあの動画だけではなく、いろんな方面からもやってほしいという声もいただいたもので、僕自身もねやろうと思ってたんですよ。前回はね、なみなみロックグラスに注いで飲んでいったわけなんですけども、今回はハイボールの回にしたいと思います。このチャンネルでハイボールやるの初めてなんですよ。なので僕のチャンネルの質とはちょっと変わってしまうかもしれないんですけども、お付き合いください。響き30年ちゃんにね、僕じゃなく響き30年ちゃんにお付き合いください。おそらく響き30年をハイボールで飲むクレイジーなやつはいないと思います。開けていきます。それでは開けちゃいます。いきます。いきます。あー、貴重な酒だ。うわ、やばい、入れすぎたそれでは炭酸を入れていきます。よし、割っていきます。氷に当てないように。うわー、来た。一旦こっちに戻ります。今回はただ僕が飲む回です。よろしくお願いします。乾杯。おそらくこれ一杯5、6000円はすると思います。いや、ワイルドに行き過ぎたな。ちゃんと計量カップ使えばよかったな。すっげえ、なんて言うんだろう、ものすごい華やかな香りの中に、熟成とはこれだと教えてくれんばかりの分厚い香りがするんですよね。ハイボールは基本的に明るい香りになるんですけど、これはすごい重さが感じられます。すんげえなこれ。いただきます。しないけど、見てくださいこれ、鳥肌、全身鳥肌立ってます。言葉で表現できないので体で表現させてください。これシャレにならない、本当に。いや、かつてないほどの衝撃が走りましたね。ハイボールでこのクオリティ、いやこれハイボールか。もう本当にハイボールっていう飲み物のジャンルを超えてます。上位しないからこその幸せがそこにはあるのかもしれないんですけど、でもこういうチャレンジは人生に一度はやってもいいんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。響き30年はハイボールで飲むっていうクレイジーなことをやったわけなんですが、めちゃくちゃうまい。もう鳥肌も、今まで飲んできたハイボール何だったんだろうって思っちゃいました。正直それぐらい圧巻です。いろんな香りがしてきて、いろんな味がしてきて、素晴らしい。響きはロック、加水、ハイボール、こういう形で飲むといろんな本当に顔を持つお酒なんですね。響きに限らずではあるんですけど、特に響きはそんな気がするんですよ。刻々と時間が経つにつれて、いろんな風味が出てきて、美味しさとか新しい味だとか、そのような素晴らしいものが発見できる、特に光ってるボトルなんではないかなと僕は思ってるんですよ。30年はこれで薄めても薄まらないしっかりした強さがありました。炭酸にも氷にも負けねえって、すげえことですよ。本日もありがとうございました。恐れ入りましたわ。はい、ということでもう一杯飲みたいという気持ちをグッと抑えて、今度はロックとかでもやっていけたらなと思ってます。この響き30年に関しましては、この酒を使った実験とか検証をいろいろやっていけたらなと思ってますので、結構この酒お世話になると思います。それではチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。さようなら。